はい、それでは吉田さん、はい、今こちらの作業は何をしていらっしゃるんでしょうか。逆に何をしてるんでしょうか。私はそうですね、私が見る限りですね、はい、まあ、あるはずのない、あるはずのな のない逆ですね、はいはい、あるはずのものが一つないような気がする、はい、いや二つないような気がしますね。そうですね、はいはい、ZC33S のフロントバンパーを外しまして、周りの部品を今ごっそり取り外しております。目の前に見えるのはこれ、はい、コンデンサー、エアコンの冷媒ガスを冷やすためのものですね。はい、そうですね、はい、まあ、ちょっと33はちょっと変わった形状してますけどがついてるのと、後ろに見えるのはこれ電動ファン、これも 33S からですね、あのデュアルになりまして2つファンがついております。まあ、これあの、まあ、低中高速回転のあのそれぞれの回転のっていう話を以前動画で上げましたけれども、まあ、これが回ったり回らなかったり2つ回ったりみたいな、はい、そういったところで冷やす具合をですねちょっと変えてるわけなんですが、そうですね、まあ、一番今回ですね今話のメインとなるのがここの間にあるものとここの前にあるものですね。はい、まあ、それがこちら、はい、出来上がったものがこちらでございます。あ、もう外してあるという、はい、こちらですね、はい、ご準備されてます。準備の良さが出てますね、はい、今まずこちらがラジエーターですね。ラジエーターですね、まあ、皆さんラジエーターと聞いたらなんとなくイメージはお持ちかと思いますけれども、冷却水を冷やすためのものでございまして、はい、これが風をこの中にですねクーラントが入ってて前から走行風が当たることによって、まあ、冷えるという構造なわけでございます、はい、なるほど。で、続きましてこちらが、ラジエーターですね。こちらがラジエーター、はい、なぜ2つあるのかと。そうですね、こちらがどういうものかと言いますと走行風を当てることによってこれ冷やすというものでございますね。なるほど、はい、なんかさっき聞いたような話ですけれども、はい、でこちらの、ラジエーターからラジエーターに交換するわけでございますけれども、はい、ちょっと分かりづらいですけど色が違うんですよね。そうですね、はい、まあ、一番わかりやすいのはこの辺、この辺ですね、この辺ですね、この辺が、はい、こっちはちょっと黒っぽいんですけど、こっちは黒ですね、はい、でこれあの形状も、まあ、容量も全部、まあ、まんま一緒ということで、実はこちらのものベース、まあ、もともとついてるものにちょっと特殊なコーティングをしていると、特殊なコーティング聞いております。なるほど、はい、さっき私も5分前に聞きました。なるほど、はい、私は何も聞いておりません、はい、どういうことでしょうか。コーティングをして、まあまあ、何か手を加えるということは、当然ながら冷却装置ですからより冷えるということだと私は解釈しております。なるほどですね。なんか業界トップなのか世界初なのか、なんかそんな感じの話をしておりました、まあ、そうかしておりましたけど、ね、私もあのちらっと聞いた話によると、はい、もう時代の先取りをしていくっていう話で、ね、とにかくすごいということだけ聞いてますので、はい、とりあえずそこまでの話しか僕聞いてません。なるほど、はい、あの本当にどうなのかっていうのは実際にこれ検証してみないとわからないですから、はい、そういうことらしいということで話をとどめておきたいと思います。はい、そしてこちら、インタークーラーですね。インタークーラーこちらも外したものを今からつけるものという感じでございま す、ね、また分かりやすいところで言うとこの色ですね、ですね、全然違いますね、はい、はい、もうコーティングがついてますんでこれもめちゃめちゃ冷えるらしい。本当にこれはテストしてみないと分かんないですけれども、はい、まあ、いろんなメーカーさんがですね今アフターパーツとして、容量アップの、まあ、大型インタークーラーというのも作ってあるところ多いかと思うんですけれども、今回当社がテストしているのは、まあ、同じ製品に対してですね、はい、まあ、ちょっとテコ入れをして改良するという内容のものをちょっとテストしていく方針だそうですので、はい、今からですね外したものをまたつけるという、至って単純なですね整備の基本ですね。外してつける、ね、純正から純正へと、はい、もうこれが基本でございますので、はい、外した順序でつける、これが基本でございます。そうですね、はい、もう簡単な作業ということで、そうです、もうそれを今からやっていくだけですので、もう今までの整備歴から言えばもうちょちょいのちょいだと、もう基本です、外してつける。なるほど、また次の動画でお会いしましょう。これ大丈夫、わかりです。さよなら。